エネミーのお出ましだ。敵発見。いい感じだよ。
アキナ。いやー、照れるな。ステータスダウン。すごいな。ステータスダウン。狙いましょう。全滅完了っと。これで。使うわ。よっ。敵発見。アサン、これでいける。くれ。やるわ。レネード狙いましょう。フェイトが集まってきた。行く。敵。クリティカルだ。よっ。今のうちに。グッチャ。よっ。キリト。よっ。行って。データスタン。狙いましょう。全滅完了っと。よっ。敵がいるわよ。よっ。ステータスダウン。ほっ。よっ。投げるよ。グレネード行くぞ。やるな。グレネード行くよ。だよ。アスナ、ありがとうよ。全滅完了っと。先に出てみましょう。アスナ、期待してる。突破する。サポートする。これなら。これで大丈夫。遅い。キリト、ちょっと。はっ。使うね。ふざけないで。サポートするね。アスナ、期待してて。行くわ。サポートするね。アサン、これでいける。レベルアップ。そうだね。レベルアップだ。もっと上を目指すわ。うん。レベルアップしたよ。こんにちは、レイちゃん。それにレイディスカ、マスターはフィールドボスをちゃんと撃破できたですよ。よかったわね、レイちゃん。マスターがちょっとは人並みに頑張れる人で。マスターはやるときはやるのです。でもね、砂に覆われた孤島にも同じようにフィールドボスがいるのよね。当然残影の荒野のフィールドボスよりも高レベルよ。あら、やる気はあるのね。やる気があるのはいいことだと思うわ。実際できるかは別に。そうね。でもここのフィールドボスをクリアできたら攻略最前線に追いつくことも夢じゃないかもしれないわね。
それじゃあ SBC フリューゲル解放のアップデートに間に合うよう頑張ってみるといいわ。マスターのやる気、私も感じましたですよ。砂に覆われたコツファイト、あーなのですよ。ワクワクです。この前はどうも、シノンのお友達さん。君って初心者なのにアファシスを手に入れたんだって。いいな、リアルラックが高い人は。しかもシノンたちといつも一緒なんだろ。強いプレイヤーと一緒に狩りができれば効率もいいよね。どうやってシノンたちに取り入ったんだい。僕なんかステータスの振り分けを失敗して散々だよ。アジリティ型最強とかいうデマを信じた僕がバカなんだろうけどさ。ステータスなら振り分けが可能です。方法はですね、そのくらい知ってるさ。でもステータスを振り直したら今までの装備も変えなきゃならない。どんなに狩りに行ってもろくな武器がドロップしないし、そのせいでランキングにすら入れない。最悪だよ。冷たいなあ。シノンから何か聞いたかい。いや、シノンは自分から話すタイプじゃないな。そうだ、はい。本当に君は何も知らないんだね。善人面して人の大事なものを勝手に奪おうとする。シノンはあいつ、君たちもあまりシノンには慣れ慣れし、彼女はすごいんだ。強くて。クールで、彼女は。今日は何か珍しいものがあれば持ってきてくれよ。他に何かあるか。なるほど、なかなかの上物だぞ。いつでも鑑定してやる。これでいいのか。なかなかの上物だぞ。何か珍しいものがあれば持ってきてくれよ。おお、今人気のやつだな。
確認してくれ。これでいいのか？他に何かあるか？